はい、水産技術研究所の上須庁舎の澤田です。担当は水産音響ですが、まずこの、プロファイラーシステムですけども、その背景は1999年頃から鮭の回帰率が下がってまして、その回帰率の向上を図るために2つのことが考えられます。1つは兼病性といいまして、環境の変化に強い稚魚を作る。それでもう一つが稚魚を動物プランクトンとかたくさんいる時期に放流するという、適期の放流というのがあります。でその適期放流ということを目的としてこのプロファイラーシステムを作っています。これは動物プランクトンのサイズ別の密度と、あと環境ですね、環境データ、水温塩分データを取って、で内部に収録しつつオンライン化して研究所にデータを送ることができる、そういうシステムになっています。じゃあ大きさなんですよ。これイカダの上にこのシステムは乗ってまして、イカダが 2.2 メーターかけ 2.2 メーターの、で重さがだいたい150キロぐらいなので、6人ぐらいいれば持ち上げることができます。でこのソーラーパネルを通じてこちらのバッテリーに充電をして、でこのコントローラー、重放電コントローラーを介して電源供給して、でデータロガーに音響データと水温塩分データを取ることができます。でこちらにあるのが水温と塩分のセンサーですね。でそれでピストン式になっているので、塩分の電極を、何分かに1回きれいにして生物付着を防ぎ、長期の経理を可能にしています。でこちらは音響のトランスデューサーがこちらにあります。ちょっと今音を出してるんで水の中に入れてますけども、でこの、ポールの先につけてこれは実際下を向くことになります。でここはジンバル構造になってまして、いかだが揺れたとしても掃除機は真下を向くようになっております。でこれが、以上になります。